新横浜ラーメン博物館フードテーマパークは一つの料理、食べ物のジャンルに特化してその専門店を集めた屋内型施設である。専門店の集め方には全国からそのジャンルの有名店を集める場合と出店地域に限定する場合とがある。新横浜ラーメン博物館などに橋を発するテーマパークの形態で単に専門店を集めただけの施設は フードコンプレックスと呼ばれるが、統一感のあるコンセプトにより通常の店舗では味わえない雰囲気を持っており、テーマパークと言われるゆえんである。昭和のスタルジーと極めて神話性が高く、昭和のスタルジーの流行時を一にして発展したと言っても過言でない。この中で横丁をイメージしてあえて狭くした通路、ガラス戸、駄菓子の陳列棚、放浪看板、 白黒テレビなどの小道具、セピア色から連想された茶色がかった照明、対象レトロなどの独特の丸みのある飾りフォントなどがフードテーマパークの定番デザインとして定着していった。フードテーマパーク自体は新横浜ラーメン博物館などが1994年頃から営業しているが2000年以降は全国的に数が増え、テーマにする料理もラーメンに餃子、プリンやパンと、 多様化している。また、施設内の店舗はしばしば入れ替えが行われる。卒業は、テナント側の都合によるもののほか、人気投票に基づくものもある。ナムコナンジャタウンを手掛けているナムコにはこれらの開発専門チーム、チームナンジャが設けられており、最盛期には多くのフードテーマパーク施設の開発に協力していた。1990年代にマイカルグループが、 全国のマイカルタウンで展開していた海のルネッサンス、ドレミファタウングルメコート、水族館などはファンタジー色が強く、他のフードテーマパークとは一線を画していた。ナインの日付は閉鎖日。ありがとうございます。